でしょうし、はい、まあ、でも J2 を経験したことで自分たちに足らなかったもの、何をしなきゃいけなかったのかっていうのは分かったと思うので、はい、まあ、それを、まあ、来年。前半45分が始まりました。最終ライン今日注目、浦上に戻したところを右サイドに高く蹴り上げました。マンシャの速いクロス、三平、こぼれたボール、関口、マンシャ、三平、こぼれた前に関口でした。前線ファーサイドには甲斐もいます。そのファーを狙う宮市、落とした、甲斐のシュート、宮市決まった。いや、これはフラッグです。その後のシュートもしっかり抑えが効いてて、はい、いいシュートだったと思います。甲斐がしっかりと狙って、まあ、本当にちょびっとだと思うんですけどね。でもこの試合シンプルにいくか変化させるか、巻いてきたボール、マンシャの頭、セカンドボール狙った、関口のシュートは枠の上でした。荒木、長谷川、鳥海が動き出します。スルーで三平、鳥海、ファーに関口がいるが、どうだ、決まった、倒れず気持ちで決め切りました。取り返、まあ、ここのスルーからのまた自分受けて、でここは相手が来るの分かって誘ってましたね。リラがキープ、中には3人、荒木、スルー、長谷川、狙いすましたシュートは枠の上。山田から菅井、右サイド関口、外を回って松本、須貝にクロス、三平打てない、荒木決まった、追加点5分、キャプテン荒木左足振り抜きました、2対0。細かいパスをつないで右サイド突破、しかし今シーズン積み上げたポゼッションでボールをうまく回して、ここで試合終了のホイッスル。甲府吉田監督のラストゲーム、ホーム甲府が2対0で勝ちました。